キックオさあ、橋本英夫引退試合ということで、もう早速盛り上がっておりますけれども、こちらですね、実況解説の方にはですね、ガンバ大阪05ということで宮本さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。豪華なメンバーが集まりましたね、宮本さん。確かにちょっと相手を見ると、はい、ちょっと強いなっていう空気がありました。ベンチの中にはベンチの今日おそらく宮本さんも久しぶりに会うゼロ5のメンバーもいたと思いますけども、はい、どうですか、今日動けそうな期待できる選手はゼロ5は、まずは、秋家永選手、はい、他は、はい、まあそれのりちゃんは多分もう10分15分で多分ダメですサネさんもうダメ、はい、あとブラジル人トリオも揃いましたね。いやね、ほんまにアラウジョとかはほんまに久しぶりやから、うん、そうですよね。でもアラウジョさん見た感じあまり雰囲気変わってなかったですけどねいや変わってない、でもみんな変わってないけど、やっぱりそれぞれに、はい、やっぱアラウジョは特に変わってない。うん、嬉しい、あえて。さあ今日はですから皆さんがどのぐらいゼロ5メンバーは動けるかっていうのが一つガンバサポーターの皆さんは気にしているところだと思いますけど ね。まあ、ちゃんと勝敗にもこだわりながらやりたいと思います、はい、久しぶりにこういうメンバーが揃って、そして日本代表フレンズの方も豪華なメンバーが、さあここどうだ。さあまた今本日の主役橋本さんが起点に日本代表フレンズがガンバ大阪サポーターがいる、はい、ゴール裏の方へ攻めておりますけれども、いやサイドがね結構空いてる、やばい。お3バックのサイドのウィングバックは変えて、ね、聞けないから3バックで守る。そうです、本当に3人で守ってねっていうようなかわいそう、ちょっとそういうサッカーになってますけど、はい、宮本さん自身は結構どうなんですか、体は動かしてる方なんですか。まあ、橋の試合とかが決まってからはなんか頑張って、はい、あ、なるほど、コンディション上げなければなあかんなと思いながら、うんうんうん、やってましたじゃあこの後またね、出場されるときすごく楽しみですけれども、はい、さあ稲本さんがボールを触ったりっていうのもこれまた宮本さんちょっと感慨深いものが、ね、ありますよね。いや、まあ、ただ単に楽しめて嬉しいなっていう感じですよね、はい、選手としても、はいはい、日本代表フレンズはやっぱりある程度動ける選手多そうですけども、その中でも今日はどうですか、誰が沸かしてくれそうですかね。代表、はい、まあ、まずバンが常に多分背後を狙うし、はい、あ、今本田選手ですね。さあこのクロス、すいません見てしまいます、ね、見てしまいますよねがっつりともう日本代表フレンズがそろそろ見ていいですかさあ
シュートまで持ってくるんでしょうか。ふわりと、はい、日野さんがしっかり取って、ここからですね、家永選手来たぞ、来たぞ秋が。さあそしてここで吉原さん、おーおーおお、厳しい中澤さん、がっつり行くとこ行きますね皆さん今日は。いやいやいや、勝負どころしてますから ね、 ね、はい。さあ今度は本田選手がさあ一人で持ち込んで行くぞ。ナイスコール、しっかりと。さあ入江さあ、僕のところにメンバー交代表が来てますけど、この後ガンバ大阪05ですね、選手が変わりそうです。6分しか持たへんかった6分しか持たなかったみたいですが、サネオシさんから入江さんにどうやら変わりそうだという情報が入っております。ノリさん早すぎないですか宮本さん。いやでもノリちゃんナイスアップしてくれたから。ノリちゃんお疲れ様でした。はい、ナイスアップ。ガンバ大阪05、ノリさんがいるだけでなんかチームの雰囲気変わりますよね。いやもうそう、持って生まれた才能ですからね。ガンバ大阪05選手の交代をお知らせいたします。実吉則忠背番号4に変わりまして、入江徹背番号3が入ります。西野監督がベンチで迎えるときに腕時計に指さして、短すぎないかっていうことをね、ノリさんにおっしゃってましたけど、まあ多分15分本人出たって言ってたから、15分宣言してて6分、そう、それ短いですね。さあどうだ、あっとヒロさん頑張った。さあ橋がシュートって、あーもう、ね、止めた方がね。日野に対してね、これそうですね。さあここからどうやってゲーム作っていくか、ガンバ大阪05ナイス。さあゴンちゃんからこの左サイド、児玉さんですかね。さあ家永さん、おっとここはがっつりがっつり。さあ動いてシュートシーンみたいですね、ガンバ大阪05もね。なかなかフォローに行けないですね、ガンバ大阪05は。コータ中入りすぎちゃう、それちょっと。さあここからみんなピクリとも動かない。どうした05。宮本さんちょっと数入れてくださいよ。じゃあ 秋に集めてから走ってください、みんな。皆さん14番探してください。手挙げてます。なかなかそこまでいかない。さあ中山さん行く。さあ来たよ。さあ今度は日本代表フレンズがボールを奪い返して、さあ大久保さん、そしてしっかりと今バンドサムらしいフォワードのプルアウェイね、はい、クロスさあここからどうやって作っていくか、橋本さん、本田選手、さあまた橋本さんがボール持って入ってきた。おっと惜しい。あの辺りに詰めてるのがバンドさんらしいですね。多分ね、普通に決めて普通に外したからめっちゃ恥ずかしい。今のはもう完全に狙ってた。初ゴールは俺だぐらいに。さあプレスかかってきましたよ。ナイス。さあここから松下さんから、はい、吉原さん、おー
いやもう本当にそうそうたるメンバーがこのパナスタに就活をしてということで、こうやって本当に見てるだけでも宮本さん楽しいですよね。いや、うん、ま、何コータどこなポジションそれあ、下がってフォワードじゃないんですね、ポジションの取り方がね。右の外やねんけど、はい、さあ、なかなかボールの出しどころが、お、来たよ、そこから走れはい、合図かかりました、走ってください。ナイス。さあ、おハンド、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 ハンドがあったようです。 VAR あったかな。聞いてる、今聞いてる聞いてる。さあ、そしてこのセットプレーのタイミングになりますかね。はい、ないの、なかった。守備的にはめちゃくちゃ大変でした。どこを止めればいいんだろう。一つポイントを
熟してなかったらどこを止めれば収まるんだろうっていうぐらい、中盤もめちゃくちゃ良かったし、はい、あの時のナンバーは好きでしたね。外国籍選手も前で、はい、フェルナンジーのアラウゾもすごかったし、はい、大黒さんもキレキレだったし、はい、あの3トップは大好きでしたね。そうですね、もうあの3人で点取りまくったシーズン。そうですね。さあ、そして日本代表フレンズは、うわぁ、本田さん、本田選手が今シュートを打って悔しがりましたね。相当点取りだそうそれはもうチームメイトで見てても分かりますから分かるし、はい、あと取りたそうなのは、はい、バンドさんもうじゃあ今日のこの日本代表フレンズの2人どっちが先取るかっていうのを競ってるかもしれないですね。取ってほしい、うん、分かってほしいですね、はいはい、ゲーム動かしてほしいです、はい、さあここのあーっといった厳しい、クレバー勝負のところを抑えてますね、今の中津さんもね。中津さんもプレースタイル大好きなんですよ。あ、結構じゃあ、現役時代からこう参考にしてることもあったんですか。現役時代もそうだし、はい、僕は高校生の時とかにね、の、あーなるほど、ビルドアップもできて、はいはいはい、ディフェンスもすごくて、背高くて、ボランチもできて、はい、すごい参考にしてましたね。当時あの日本のサッカー界では稀有な存在でしたよね。そう、何でもできちゃう。スリーバックもできて、でしかも左利きで、はい、すごい縦パス出るみたいな。はい。さあここから次は大久保さんが持って、さあ小原さん、橋本さんはセンターの方に入ってきましたね。おお。そうか、そういう意味では本当に
際の最近は、ね、解説なんかもされてますけども、その解説のコメントなんかを聞いててもすごくあの分かりやすいですし、そうですね、うん、僕らが見えないところ見えますからねさあ、日本バーグレッド、いやー、厳しかったですね。さあ、橋本さんが日本代表フレッドとしてまず先制点を挙げて、ここら辺の坊主が0-5もちょっと巻き返してほしいですけどね。あー、ここの谷本橋本さん素晴らしかったですね。おー、さあ、チアス頑張って、全然気が抜けないっていうか、うんうん、ガンバーの相手だ。そうですね、だからディフェンスの選手は本当に大変だったと思いますよ。そうです、あとやっぱそういう試合ってやっぱ見てて楽しいですね。そうですね、うん、まあそこから本当にガンバーの大阪のこの攻撃サッカーっていうのがね、代名詞になりましたけど、さあここは絶妙な攻撃状態、もう前から前から来ますね。まあ、技術って落ちないですね。落ちないですね。めちゃくちゃやっぱ上手い。今日あの試合前、あのロッカーでは日本のアイドルのやつ、どういう話だったんですか？こういうサッカーしようよとか、何点ぐらいのこととかあったんですか？いや、そういう話全くしてないです。あ、もうデラドクショップ。なんか中田優さんと、はい、タジさんが、はい、なんか可変式行こうと言ってたけど可変式二人だけで話してました。全員共演してるわけじゃない。さあ、ロボさん、それもここからどうしていくか。もう先ほど宮本さんは、とにかく14番見つけろとおっしゃってましたけど、わあ、中田さん、簡単には取らせられない。今振られましたね。はい。児玉さんですね。そう、ガンバのフリーキックですね。まあ、ガンバオフが0-5と言いますと、セットプレー。まだちょっと位置が立ってないですけどもね、山口佐藤さんいたり、シーズレーさんがいたりっていうので、ね。山口さんとしたあのニアのスラッシュがもうすごい嫌でした。相手としてあめちゃくちゃうまい。そうタイミングのタイミングがいいですよね。はい、さあ来ましたよ。さあ来ましたよ。さあ大久保さんの誰かすごい部品が、さあ橋本さん来たかと思いましたけどね。しこうやって見ると橋本さんかなり動けてますよね。ね、効率いいですよね。なるほどね。渡辺さんがそこにいるわけですね。あ、おしゃ。あ、渡辺さんも狙ってましたね。残念。はい、ありがとうございます。はい、ここまでの時間、近藤さんにお付き合いいただきました。この後頑張ってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。
もう出たってうとうとしてるんじゃないですか。そうですね。待ってます。体的にはどうなんですか。はい、まあ僕はたまにやってるんで、いいですよ。はいはいはい。大丈夫。ただ S 級でちょっと、はい、忙しかったんで。最近あんまり動けてないですけど、あの S 級は無事合格しましたので。おめでとうございます。ありがとうございます。ですから、これからも新しい同社として、はい、新しいスタートが始まっていくということになりますけど、そうですね。はい、さあ、日本代表フレンズ、また選手の交代がありそうですね。交代の自由となっておりますのでね。はい、変わるがある、いろいろな選手がね、今日はこの話を話してくれると思います。日本代表フレンズ選手の交代をお知らせいたします。大久保嘉人背番号13に代わりまして松井大輔背番号8が入ります。駒野雄一背番号3に代わりまして内田篤人背番号2が入ります。バンドリージ背番号29に代わりまして乾隆背番号14が入ります。今日、大黒さん、はい、2005年、はい、結婚を取りまくった、はい、トリオが勢ぞろいしましたね。そうですね、本当にブラジルから鹿島のために来てくれて、はい、うん、まあ、僕も久しぶりに会えて嬉しかったです、はい、今日はですから、その夢の共演、はい、アラウンド選手、フェルナンジーニョ選手、大黒選手と2005年、はい、結婚を取りまくった皆さんが、はい、どんなプレー見せてくれるのかっていうのは、そうですね、まあ、皆さん楽しみにされてますし、はい、まあ、僕自身もね、はい、久しぶりに彼らとプレーできるのですごい楽しみだと思います、うん、はい、さあ、今はですね、橋本さんのゴールで日本代表フレンズが1-0リードしておりますけれども、はい、前半はちょっと看板王座05は様子見な感じなんですか。後半勝負なんですか、小室さん。まあ、後半勝負ですね。後半勝負やったり、ここは橋本の部分の形、はいはい、そうですね、はい、いやもう本当に当時2005年のこのガンバ大阪における橋本さん、はい、選手としての存在ってどういう存在だったんですか。やっぱりすごく攻撃的なチームの中で、はい、中盤でしっかり守備をしてくれて、うん、なおかつつなぎ役にもなってくれるというすごく貴重な存在でした。走れねと。おお、そこを支える中盤のユーティリティというようなイメージが僕らがありますけれども、実際には不安で、あのプロになってからですね、結構守備的なポジションになりましたけど、もともと攻撃的な選手だったので、はい、じゃあ今日はなんかこう本来の、はい、得意なポジションをこう伸び伸びとやるという感じですかね。そうですね、うん、あどこでもできたらどうしようかな。さあここもおっと、大黒さんは今日、はい、揃いました、例えば相対します日本代表フレンズ、はい、この選手とこうなんかマッチアップしてやりたいなとかっていうのはあるんですか。この選手を前にまず抜いてとか。いや、あ、まあボンバーさんとかいるんでね、はい、ボンバーさんと対決させてもらって、はい、やりたいですよね。まあそういうね具体的な対戦っていうのも見たいですよね。
ニュースの先輩で、そうですね、元気にプレーされていて、はい、一緒にできるのは楽しみです。そうですよね、はい。さあ、日本代表フレンズは本当によく走れる。サッカーパスからも、おお、今の大岩さんに日野さんよく触れましたね。そうですね、スグルなんかシュートレンジの時は結構止めてたんで、はい、コンディションいいですね。で、しっかりこの日のために作ってきたなっていうのをちょっと感じられる、そんなプレーがね、随所に見られますよね。さあ、どうだ。これはゴールキックですかね。松井さんは違うだろうっていうね、アピールになりましたけども。さあ、また選手の交代ありそうですね。ガバスが0号選手の交代ありそうです。ガバスが0号選手の交代を知らせいたします。木野すぐる背番号23に変わりまして、木村敦史背番号22に変わります。さあ、大野さん、今日の最初のスタメンでした、はい、日野さんのちょっとプレー総括してくださいよ。強かったですね。結構止めてましたけど、4点ぐらい止めてた。はい、橋本さんのいいシュートもね、しっかり反応してましたしね、はい、そうですね、はい。さあ、そして代わってピッチに入っているのがゴールキーパーは木村敦史さん。さあ、ここからですね、さあ、この世代0号引き続き選手の交代が行われそうですね。さあ、ワンちゃんっていう声が聞こえてましたけどね。ワンちゃん、シュート、ワンちゃんはい、左サイドといえば入江さんですよ、ニセコでは。さあ、そしてここでまた家永さんが絡む。マッチアップするのは本田さん。さあ、大外、あと一歩、あと一歩といった感じ。さあ、右サイド、内田さんから橋本さんがね、反対サイドを大きく開いてね、ボールを呼び込むと使ってましたけど、さあ、ガンバ大阪0号選手の交代です。ガンバ大阪0号選手の交代をお知らせいたします。吉原浩太背番号18に変わりまして、寺田真一背番号20に変わります。さあ、吉原さんに代わって寺田さんが、そして背番号10がピッチに入ってますね。そして11番も入ってます。ということは、北川さん、松上さんがピッチに立つということになりました。さあ、児玉さんが、ガンバ大阪の選手の交代をお知らせいたします。三木亮太背番号15に変わりまして、松本選手の背番号11番になります。大岡さん、早速見せてくれましたね、背番号10、北川さん。そうですね、ちょっと強かったですね、まずは。ガンバ大阪0号、引き続き選手の交代をお知らせいたします。児玉新太、背番号28に変わりまして、北川貴弘、背番号10が入ります。ここまでの時間、大黒さんにお話しさせていただきました。ありがとうございました。続いては日本代表フレンズからバンドさん、そして中村
結構どうですか、今のテクニックは。いや、いいコースだと思いますよ。ちょっと緩かったです。できた。
半ガンバ大阪ゼロ号またメンバーが変わりましたね。ガンバ大阪サポーターのいるゴール側に向かって攻め込むガンバ大阪ゼロ号、さあゴールが生まれるでしょうか。後半戦しましょう。さあ後半は橋本秀哉さんはガンバ大阪のメンバー、ガンバ大阪ゼロ号27番でプレーをされています。さあエルナンジーニョさんからさあ大野さんもいった。さあ二川さん、ボールは橋本さん、さあ大野さんからどういう展開か。いやワンタッチ、綺麗な流れですね。おお早速早速は大野さん見せてくれました。さあそれでは、実況解説の方にはですね、ゲームを終えられました中内さん、そして小原さんお越しいただいています。よろしくお願いします。このパナスタでプレーされてみていかがでしたか。結構大変でしたかね、橋本さん。10分しか出てない。すいません、本当に。でも、はい、久々にこのピッチに立てて嬉しいですね。嬉しいですか。ありがとうございます。さあ、そして小原さんもプレゼントしましたけども、いかがでしたか。最高のスタジアムでサッカーを見て、この雰囲気が最高でした。雰囲気が最高でした。今日、奈良さん、また豪華なメンバーがこの橋本さんのインターチェンに集まってくれましたね。そうですね、だから僕たち、まあ、やってる呼ばれた方の選手にとっても、はい、すごくいい機会をいただいて、うん、お橋に感謝します。はい、さあ、今日はこの日本代表フレンズと、そしてガンバ大阪が初めてリーグ優勝を成し遂げた2005年のメンバー、今のは宮本さんがもう見失ってましたか。宮本自治会長は阿部隆。さあ遠藤さんが、はい、遠藤選手がボール持ってここからですよね。はい、遠藤選手、さあもうまさにゼロ後のスタメン組が後半一気にこのピッチに入っています。大黒さん、二川さん、遠藤選手もいる、そしてアラウジョ選手、フェルナンジーニョ選手、山内サドスさんもいらっしゃいますね。スリーバックはもうですからおなじみの2005年優勝の時の、おい、見せるね。さあここ見せるけどちょっと高く雑な現役選手ですからね、まださあシークレーさんが持ち上がるのも当時を彷彿とさせるところがありますけども、最後に山口さんがいる。さあアラウンドさんが持った。さあこれサイドから、危ないぞ。おお、ナイスキーパー、ナイスキー。今のはよく止めましたね。腰折り上げてる僕には無理です。もう水？今のフェルナンディーノ選手はもうちょっと伺って伺ってっていうキーパーからするとタイミング取りにくいじゃないですか。そうですよね、また。あ、遠藤。お出た、遠藤、もうは。
イドで、そうですね、サトシさんのゴールするとよく見ますね。サトシゴールする、今山口さんどこかな、相手に入りましたね。いやー、おお、あの2005年当時アラウヨ選手のあの左足っていうのは守ってる方からするとどういう選手だったんですか。どうですか、どうですか、やっぱスピードもあったので、はい、抑えづらかったですね、ディフェンダーからすると厄介な選手です。そしてパスターもいるので、はい、やりづらかったですね、この時代のガンバ大阪は。はい、さあそんなメンバーが後半はですね、ガンバ大阪ゼロ五ずらっと並んでます。さあ渋谷さんがここにいるのもなんかガンバ大阪らしいスリーバックだなっていうね。確かに前半も出てませんでした、中山さとしさんですね。はい、髪型がもう生地でも一緒になっちゃってる。さあ来た、あ、でも今の遠藤選手からスタートして最後は、いやーもうその時にね、そうですよね、パスね、もしキーパーに触られても大黒さんが詰めてるっていうね。さあ、宮本さんからこの後ろ3バックっていうのももう当時は本当に、あ、また遠藤さんから、さあ、あ、すごい、すごい速い、すごいなスプリント。いやー、なんかレッズ時代によく見たような追いかけ方でしたね。田川さん頑張る。さあ、ここから北川さん、さあ、橋本さん、おお、おお、あがる、うちクリア。さあ、ここから細かいところ、細かいところ、さあそして続いては吉原さんをお迎えしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前半大変でしたね。大変でしたね、やっぱ強かったし、はい、まあ、点を入れられたくないから、はい、頑張って守備的にしたんですけど、はい、もう何点入れられてもいいから前に行けばよかったなって。ちょっと今苦手で、今西野さんの前をうろうろしてアピールしました。まだ行きますか、まだ行きますよっていう。さあ、あ、皆さん、さあそして、吉原さんのお隣には松並さんもお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。松並さん、はい、惜しいし仕方そうですね、イメージとちょっと違うシュートになってしまいました。さあ、後半はまたガラッとメンバーが変わりまして、はい、2005年優勝当時のもう攻撃サッカーを、はい、もう象徴するような前線にメンバーが、そしてアラフジョさんも先ほどからもうすでにシュートをね、うん、こういう崩しい2005年はよく見られました。こういうのよく見ましたね。はい、来た。今日はですから後半誰が0-5 のメンバーで点を取ってくれるのか、橋本さんのゴールが生まれるのか。まあ、でもあの3バックも懐かしいですよね、はい、宮本君に指示くれるサトシの、はい、このつなぎとか本当に当時思い出すので全然変わってないから。そうですよね。また皆さん体験も当時とそう変わってないですよね。ね、指示くれるのは週1回、はい、トレーニングしたりゲームしたり、はい、まだやってるんだよって言ってたから全然変わってなくて、はい、そうですよね。しかも動けてますもんね。ね、まあ、うん、現場にいる人も多いし、うんうんうん、松江さんは現場にいるんですけど、どんどん大
きくなってますけど、やんなきゃダメですね。さあ、ここからまた山口さんからフェルナンディーニョさんに、そしてこの膨らんでいく動きっていうのもね、追いつく。さあ、遠藤選手にボールが渡って、thank you.
そして日本代表フレンズ、今内田さんから33番安田さんに、はい、ここで交代が、吉原さん、はい、松上さん、はい、ちょっと33番動けますか。いや、もともとあれぐらいがっちりしましたから。あ、がっちりしたから。テレビで見たらちょっと細く見えるんですか。ほら、見たから全然走れるんですよ。最初で最後の今日の猛ダッシュかもしれない。しっかり回り込んでいきましたね。めっちゃ疲れた。さあここから、おお、アカデミーの2人がやり合ってますね。VR、 VR たか、イエローを出るとは。ガンバがちょっと、そうですね、いい感じにはなってますよね。さあまず大黒さんがゴール決めてくれました。さあ青黒のユニフォームを着て橋本さんのゴールなるか。そしてまた、お、
アクシー
ゲーム時代で止める。空気を飲まえよ。ちょっと決めさせるとこは決めさせる。さあ、ガンマ大阪ゼロ五は、はい、またメンバーの交代がありそうですね。はい、ゴールキーパーが。日本メディアフィックスの方かな、ゴールキーパー。あ、そうです、中ですね。はい、ゼロ五。No.
さあ、そして日本代表フレンズ、引き続き乾選手に代わって高田さんですかね、はい、入っております。では続いてはですね、こちらにお迎えしているのがガンバ大阪05中山さん、そして二川さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いしますって言ってます。あの横の方、通訳の方ですか？通訳です。本当ですか？はい。中山さん、前半はもう本当守ってばっかりっていう感じでしたね。そうですね、まあでも後半こうやって点数が入ってるんで、うん、チームとして素晴らしいと思います。はい。さあ、そして北川さん、久しぶりにこのパラスでプレーされたということになりますけれども、動けてましたか今日は？そこそこ動けてました。おOh!
ってほしくて、すごいいいプレーですね。しっかり抜けてきました、はい、パス出すタイミングも深川さん絶妙でしたね。絶妙でしたね。ねえ、藤ヶ谷もナイスゴールキーパーですね。ああ今ね、はい、藤ヶ谷さんもさすがです。ナイスセーブ。さあ少し、この時間はもう来た来た、おお素晴らしい動きですね。はい、2つ続けてねシュートシーンがありました。さあ今度は逆に、おお、延長戦などはないというですね、そういうゲームとなっております。ないですか本当に。ないはずです。ないはずです。はい、ちょっともないですか。ちょっともないと思います。はい、でもまだ見てたいですよね。そうですね、出てる皆さんは大変かもしれないですけど。さあここの、深川さん、はい、先ほどの3人で攻めていくあのシーンはなんか2005年本当によく見た記憶ありますけど。そうですね、僕もシンプルに預けてお任せしますスペースにね、はい、もう走ってくれるから、はい、パス出しときゃ3人で行ってくれると、はい、いや今なんかもまさにそういうね、はい、当時を思わせるようなシーンでしたけども。さあただ日本代表フェンスもですね、このままでは終われないと。さあ来たお、ここからちょっと感覚が、ね、タイミングが合わなかったみたいですけども、さあまた来ましたよ、3人だけで行くよ。おわ、そこ狙うか。でもさっき吉原さんも松永さんもおっしゃってましたけど、この3人が揃ってやるのって多分本当にあの2005年以来じゃないかって。ただ二川さん全然それを思わせないくらい感覚として。そうですね、みんな動けてますし、はい、またどこで欲しいかっていうのもね、はい、皆さん理解できてますよね。さあどうだ、今度選手が持って、さすがですね、はい、今しっかりとポジションを取って締める
さあ佐藤さんからは道回れ回れと回り込めとちょっとタイミング合わなかったようですけど、さあマムさんもね今背後からポジション取りに行きましたけど、まさかこれは、あらまた厳しい厳しい厳しく、いやいいディフェンスですね今ね、いいプレーだね。鈴木啓太さん今らしいですね今のね、はい、プレーなんかはね簡単に前向かせないっていうね。さあそして走りラストベンチから出てます今、走りラスト、はい、87分、足に来てるか、ヒデオ橋本来た、さあ3人だけじゃない3人だけじゃない、27番も駆け上がる、あ厳しいところを見せるのが今野康之さあどう作っていく、時間は87分まもなく88分、おっと一気にいく、おお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 おさんですか、あそうですよね、ゴー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 、ただいまのゴールガンバ大阪ゼロ、今代表フレンズのゴールキーパーの木村さんもどうしようかっていうのが集中したかもしれないですね、頭の中で。そうですね、今ね顔迷ってましたよねひょっとすると今日このゴールキーパーをされる皆さんが一番難しいかもしれないですよね。そうです ね難しそうです、うん、さあ日本代表フレンズの方にもゴールが生まれるのか、おさあ後ろからさあフェルナンディーニョさんからここまたスペースにさあ坪井さんのあの走りおお遅れて戻ってきたのが功を奏した、いやー今の山口さんのね、はい、現役時代と一緒のようなパワーをして、そしてボールをしっかりと保持する、さあ来た